楽しい会社を作ろう。はい、皆さんこんにちは、小野瀬正也です。今日は、一社員に会社を変えることはできるのかということでお話をしていきたいと思います。私はですね、会社を変えていく、どうやったら会社が変えられるんだろうっていうことを、ずいぶん昔から考えていて、それが結局今の仕事につながってしまったんですけれども、サラリーマンであったことですね、自分の会社をどうやったら変えられるんだろうと、変えることができるんだろうかみたいなことを、ずっと考えてたんですね。でその時に、それが分からなかったので、コンサルタントになったらそれが分かるようになるのかなとかって思って、コンサルタントになったっていうようなところもあるんです。で、今それコンサルタントのお仕事始めて20年ぐらいになるんですけど、じゃあその社員の立場で、会社を変えるってことはできるのかっていうことなんですよね。いろいろ経験していろいろ勉強してきた結果ですね、できるとは簡単には言えないかなっていうところですね。でもこの歯に物の詰まった言い方というか、簡単には言えないっていうところなんですよね。なのででもできないわけでもない、できると簡単には言えないです。社長が会社を変えるのだって大変なのに、一社員が会社を変えるなんていうのはそれはもっと難しいです。当たり前ですよね。なので簡単にできるとは言いません。でもできないわけじゃないっていうことなんですよね。で、じゃあどうするかっていうのは、これは実は社長も社員も同じなんですけど、一人ずつ仲間を増やしていく、この会社をなんとか変えようよ、こういうふうに変えようよっていうふうに思ってる仲間を一人ずつ増やしていく、ですから最初からいきなり会社を変えるっていう大きなムーブメントになるわけじゃないんです。少しずつ自分と同じような志を持つ人を仲間にしていって、別にクーデターを起こすとかじゃないですよ。だけど一人ずつ仲間を増やしていって、それが一人が二人になり、二人が三人になり、三人が六人になり、六人が十二人になりみたいにですね、だん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 仲間が増えてきますので、そうなったら会社を変えるっていうこともできるようになってくるわけですね。で、あとこう改革っていうのはどうしても抵抗に遭うので、ついついですね、こう諦めそうになるんです。やっぱりできないかなと、やっぱこう無理なのかなって諦めちゃうんですよね。でもそれを諦めずに続けるってことですね。そうすると綺麗事ですけど、道が開ける時が来る。これもまたあれですね、必ず道が開けるとは言わないんですよね、そういう時が来るみたいな、ちょっとこう曖昧な感じなんですけども、あんまりこの、私簡単にそのできるとかって言っちゃうのは嫌な感じがしてるので、できないわけじゃないですけど、こう諦めずに続けていって、簡単にできるとは言いませんけど、やり続けてればこう道が開けてくる時が来るぐらいのニュアンスが一番ぴったりなんじゃないかなと実は思ってます。で、じゃあ具体的にどうしたらいいんだっていうのが、今日は何にも言ってないんですけども、それについてはやはりですね、経営者の本とか企業変革とか経営改革の本とか、そういうのを読んでいただいて、そこで、こういうふうにやって会社変えていくんだなみたいなのを勉強していくっていうのが一つだと思います。で、これこの間も話しましたけど、これだけじゃないんですけど、この、なぜ会社は変われないのかっていう本ですね。でこちらの本にもやはりですね、その会社を変えていくストーリーが書かれてます。でこちらの本はどちらかというと、そのトップダウンでこうガーッと進めていくっていうよりは、トップが仕切っていくっていうようなところもあるんですけど、ボトムアップで進めていく時の、やり方みたいな感じなのが出てるんですね。なのでこれなんかは参考になるんじゃないかと思います。この間お話をした真面目な雑談をするみたいな、ところもここに書いてあります。で、こういうそのこれは企業変革の本ですけれども、あと経営者の本とかでいろいろ改革を進めてったっていうような経営者の方の本を読むのもいい勉強になると思います。でその時はぜひですね、登場人物になりきって読んでいただけるといいと思います。で登場人物になりきるっていうのは、その例えば社長が改革していく本だったら社長の気分ですね。でなんで社長になりきって読むかっていう と、例えばですね、よくあるのが周りの役員たちに全員に反対されたけれども、その反対を押し切ってやりきったんだっていうような話が書いてあるんですよ。改革、大きな改革をしてきた話なので、そういうそのみんなの周りの反対を押し切って何かやったっていうことなんですけど、これ文章で書くと周りの役員の反対を押し切って
改革を進めることにしたみたいな、この一文で済んじゃうんですよ。ですけど、これってその実際に決断するのって相当すごい覚悟がいるわけですね。でそれを想像するのに、ちゃんと掴むのには、その時のこう登場人物になりきって、会議室にこうみんなが座ってて、自分がこう社長の位置に座ってて、で、こうしたいんだけどって言って、でそれに対して、いやこれはこうで賛成できません、いやこうだからそんなことだ無理だと思いますとかって、あっちこっちから反対意見ばっかり、その会場は全員反対ばっかりなんですね。でそんな状況の中で、いくら社長といえどもやるんだって言えるかどうかですね。どうですかね、なかなか言えないと思いますよ。でそれを、そういうのを乗り切ってやってったっていうようなところが、必ずそういう改革の本とかには出てくるんですね。これは別に社長がやるだけじゃなくて、一社員が何かを始めて、まあ大きなムーブメントになったっていうような話もあると思うんですけど、それをやるときも周りから反対されて、どっかで邪魔が入ってとかね、そういうのがあって、それを乗り越えてやっていくってことですよね。だその辺の、それを客観的にただなんとなくさらっと読むんじゃなくて、そこの当事者の気分になってこう読んでいくと、あこういうところでちょっと歯を食いしばって頑張らなきゃいけないんだなとか、こういうことが起こるからそれを想定しておかなきゃいけないんだなっていうのが分かりますので、ぜひ、こういう経営者の本とかですね、企業変革の本とかを、登場人物になりきって読んでいただいて、で、改革のヒントをね、掴んでいただければと思います。で、一つずつ一歩ずつ進めていけば、まあできないことはないっていうことですね。簡単にはできないです。簡単にはできないですけど、一歩ずつ一つずつ進めていけば、少しずつ変わっていくことは、変えていくことは可能なので、諦めずにやるっていうことは大事じゃないかなというふうに思います。今日は以上です。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。チャンネル登録もお願いいたします。